どうも皆さんこんばんは、畠山です。5日間のオフ突入、今朝、練習が終わって、夏のオフに、突入しました。今日はですね、オフ初っ端から夜行バスに乗ってある人の元へ行きたいと思います。はい、お楽しみに。以上で購入しましたということで買ってまいりました、マック。いやー、買っちゃいましたよ。ちょっと動画でね、こちら見せるのはね、1年ぶり2年ぶりぐらいかもしれないです。いつかのオフの時にマック食べたんですけど、もうそれ以来動画ではねマック映してないんで、なんか今の感情何かに似てんなーと思ってすごい探してたんですけど、わかりました。あの、昔僕が遠征あるって親に言ってお金もらって、でそのお金で iTunes カード買ってアプリに課金した時と同じ感情でした。やっぱ長旅の前はですね、やっぱ腹ごしらえですよ。はい、本日はこちら、ざく切りポテト&ビーフいただきます。まずはポテトから。おお、マジでうまっ。やばいべこれ、思考タイム。あの名言、長州力さんの飛ぶぞ、こういうことだ。なんか今期間限定なのかな、これハワイのなんか。はい、いただきます。ジャンキー、すごいジャンキー。マック食ってんなーって感じ。マックしてるわー。皆さん安心してください、ナゲットも買ってます。マックしてんなー。これ食べてね、もう早速夜行バスの方向かっていきたいと思います。準備完了しました。しばらくこの家ともおさらばです。元気だな。はい、それでは5日間行ってまいります。じゃあ行ってくるわ。はい、それでは金沢駅向かってきます。ラスト金沢は、まあ、西君の運転で行きたいと思います。西君は帰省するんですか？しません。じゃあな。はい、じゃあ、ここで、ある方が迎えに来てくれるということで。張り切りすぎたね。うん、ただ今待ってたら、まさか、松さんいました。わー、こんにちは。じゃあ、石川からはるばる、ありがとうございます。何分仕事なんですか？一応40なんですけど。あー、もう40。あと10分後ぐらいに早く時間通りには来ない。来ない。じゃあ来ました。40分集合で、ただいま47分でございます。お久しぶりです。はい、
行きつかったっすね。夜行きついべ。夜行きついっすよ。え、友達は、はい、どっちに住んでる友達？いや、北海道です。高校が一緒です。高校が一緒、はい、あで、今、札幌から、うん、ちょっと撮影を、ね、頼むようにして。やばくない？うるじょうだな。来ちゃいました。何食べようか。カレーやつが一緒食べるの。本当は連れてきたいとこあったんだけど、ちょっとどの辺で食うしかないんだよ。寿司じゃない？寿司はある。あ、じゃちょっといい寿司食いに行く。寿司食いに行こう。寿司。寿司。おお、前回も行かなかったっけ。へい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 、若さん。え、今日は畠山ですよ。仏の顔してる。サダコ。サーモン。いただこう。ファーストサーモン。サーモン来る前にね。はい。ちょっとプレサーモンとかね。よし。シルバーストするね。本物だ。ダメダメ。やりたいやりたい。迫力あるぜ。やりたいやりたい。大体このところですか。じゃあみんなってみんな仲いい。仲いい。うん。どこでどことかって別にそんなないですか。めっちゃ仲いいもんね。しっかり払いますよ。払いたかったんですけどね。払いたい気持ちは山々なんですけど。マジナチ。ナチだ。4630万ウォン。OK。はい、ということでね、ただいまジャングルテンさんに、来ております、はい、この後ね、こちらジャングルテンさんとコラボして、お相手の方が映画っていうのがあるあの実力系 YouTuber とコラボして、まぁ、あ、ちょっとだけ実力あるから、ちょっとだけど、うん、まぁ、あ、まあ、最初ことねえよ。テンポを止めれますか。全然余裕。あ、じゃあなんか今回はあの勝てそうなんで頑張りたいと思います。はい、じゃあちょっと、ここで一発ね、見せれるように頑張ります。え、ギャグですか。はい、ギャグであそこ戦ってみたいな。あ、そういうことなんですね。じゃあちょっと、次の動画でまたお会いしましょう。いいや。